何話そうと思って、なんか話すエピソードあったかなって思ったんだけど、その時にパッと思い出した話が恥ずかしすぎて、もう今ここでね告白したするわ。ちょっとホロライブに入ってからスバルの一番の黒歴史があるんだけど、いやこれはねマジで恥ずかしかった。もうねいろんなねことをしでかしてきたスバルなんだけど、もう一番恥ずかしかった事件があって、なんかねホロライブに入りたての頃になんかボイスを取ってくださいって言われたのね。でそれでさ、なんかボイスをこれ撮ってくださいって言われて、その時そのボイスを撮るということに慣れてなかったの。なんかセリフを撮るとかさ、でそれをねなんかもうずっと、しかもあれって一人で家でなんか掛け合いする相手もなく一人で撮ってるんだけど、で今だったらあーなるほどシュ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 って撮って、でなんか途中でこういらんこういうなんかうんっていう咳とか独り言があっても、まあ、そこだけカットして間詰めて提出するっていうのが、セリフだけ提出するっていうのがあれなんだけど、なんか最初の頃ねそのカットいらない部分をカットするということを知らなくて、スバル本当に3つぐらいのセリフ、4つ5つぐらいのセリフだったんだけど、もうね全部載せた状態で渡してたんだよね。もうね全部が乗った状態で提出してて、ホロライブのスタッフさんに。でさ、なんかさ咳とかならまだいいんだけどさ、なんかその当時もう下手くそすぎて、もう自分で笑ったりとかして、なんかなんだっけな、なんかね持ち上げる声のうーみたいなやつを、もうなんかのやつを取ろうとして取れなくて、なんかはははみたいな。なんかはぁみたいな声が全部入ったりとか、あといやいや下手すぎだろなんだこれみたいなやつが入ってたりとかいうボイスを送っちゃったのね、ホロライブ何にも知らなくて。でなんかしばらくして、まあなんか自動的に、あなんかセリフだけでいいんじゃんこれ送るのって、なんか気づいて、もうそのことも忘れた頃ぐらいに、なんか A ちゃんがなんかね番組の企画かなんかで、いやスバルさんはなんかそのホロライブに入りたての頃にその独り言満載のなんかそのボイスを送ってきてくれたことがあって、あれを聞いた時に天才だと思いましたって。もうね心がさもうバーンやめてーってなったよね。もうねそれでっって思い出したの。そういえばスバル全部載せて送ってたと思って、あーもうねもう心が崩れる音が